はい、どうもこんにちは。カスタムロボ V2 激闘編続きやっていきたいと思います。で、新一のコテージですね、前回やりまして銀のトロフィーまで取れました。で、次もう太平のコテージっていうね、新一のコテージってもうコテージすごいな、今思ったけど、なんか一番住みたいのはこのゲンタのバトルフォートなんだけど、この2つは住みたくねえな。はい、ってことで太平のコテージ行きたいと思います。太平が仕切ってんのか、楽しみでございますな。行きましょう。まあさすがに知らねえ人いる、誰あの緑の子って、かふーちゃんまたおる。やーがガンボン、僕がこのコテージのガイドなんだ、よろしくね。てかあれだね、金取れないよな俺。なんか銅、前々回銅、前回銀、じゃあ今回金取ろうって言おうと思ったけど、まあ無理だよな。まあ銀は狙いたいね。ここのルールもファースト利上げバトルだよ。もう説明はいらないよね。ところで建物ごとにハイスコアが記録されているということは分かったよね。ここではノルマスコアについて教えてあげるね。固定なのかな。ノルマスコアというのは建物ごとに3つずつ用意された目標のスコアさ。これはトロフィーを獲得するために必要なスコアなんだよ。トロフィーは金銀銅の3種類だから、ノルマスコアも3つあるんだ。例えばこの太平のコテージだったら銀のトロフィー、あ、銅のトロフィーのノルマ6万点。銀のトロフィーのノルマ8万5000点。金のトロフィーのノルマ10万点。あー、一人当たり何点取るかっていう計算なのかな？そうよね、多分。だから、銅取るんだったら、まあ、最低でも一人、なんぼです ?1 万2000点？取らんといけみたいな感じ。1万2000点、1万7000点、2万点みたいな感じか、一人頭。厳しいな。じゃあ最初のゲンタのところは6人いたから12万とかになるのかもね、もしかしたらね。金取るんだったらこのノルマスコアを超えるとそれぞれのトロフィーをもらえる。なるほど、10万か。何かいいことがある？わ、金取らんとやばいじゃん。いずれやったらいいんかな。はいはいはい、ジャンプを開いてごらん。あ、オッケー。これはね、知ってる。前回動画撮った後にスタートボタン押して見たらなんかあったわ。前5章でパーツ取り上げバトル、オッケー。最近調子がいいんだ、いいバトルができると思うよ。もうだって普通の人じゃん、もはや。勝負だ、銀髪 G さんか。ちなみにクレセントボム、ハッピーハッピーハッピーじゃん。フレームガン、フレームガンってことは来るのか。で、時間制限がね、あ、そう、あのね、そう、スタートボタンでポイントのね確認の仕方みたいなあったんだけど、まあ、それがね結構えげつなかったんで、まあ、全部終わった後に説明するか。まあ、見せた方が早いもんね。で、どうしようかな。まあ空中にずっと浮いてるんだったらこっちからあんまやることもないんですけど、どうしようかな。アクセルガン使ってロビンとかでもいいかな。で、空中系だから、あんまねえな、でも欲しいのは。クレセントブーム、違うな。この辺で空中がどうちゃらこうちゃらってあるといいんだけど。ジェミニか、ジェミニ。スカイフリースポットはもうフィニッシュブローみたいなところあるから一番欲しいから、動きの相手に合わせて使っていく。まあ、ジャンピングポットは一番いいよな。で、スタビライザー、オルフェム情報を見よう。クレバスか、もう基本的にクレバスなのかな。あの緑の髪の子誰？いた？
ワンの時におったんかな、全然覚えがないけど。よし、足だとやばい、いけ、最悪、もうそうなるから嫌なのよね。うわ、ボムあった、俺のボムが。はいはいはい、おお、いいね、逃げて逃げて、当てて、これ無理か、あー当たるか、うわーふわーっとしてる、殴れー。よし、おお、一発当たればオッケー。近づいてくるな、意外と俺の戦い方全然違うからやりづらいな。ファニーオールの漫画型でここに突っ込んでくるんだ、やばい、それはまずい。あ、危ねえ、危ない危ない、時間がねえ、危ねえ、一発で当たればいいんだけどな、当たらねえ。おい、オッケー、これで来てくれればいいんだけどな、来ねえ全然。危ねえ、なんだやったわ。基本的に戦い方は俺、もう俺の戦い方はこうだから、で逃げて、危ねえ、やばい、あーそうか、ダメか、近づいてもいいけどな、これめっちゃ近づいてこれでもいいけど、 OK、 危ねえ。まあまあまあ、ポイントは、タイムポイントはないけど、体力ポイントは多い。タイムよりも、体力の方が結構重要。なので、なるべくダメージを受けたくないってことはね、分かったんだよね。分かったよかった。ほら、戦うぞ、ラッシュラッシュラッシュ、めちゃくちゃ来んじゃない。うわー、トリケラ王か。バーニングビット、あんま得意じゃないな。ニードル、ニードルで来るのお前、なるほどな、ニードルか。まあ今回ので行くんだったらフォークマンがいい、まあいいかな。フォークマンで突っ込んだ後にショットガンが、いやショットガンやるんだったら他なんかボムとかがいいやつじゃないとやりづらいんだよな、自分で近づかないといけないから結構難しい。強いんだけどな、ショットガンな。フレームガンにしようかな、フレームガンで、でまあレフトシュートボムとかこういうのでいいけどね。で一応スピードポットにしようかな、スピードポットで、あれなんだっけ、ジャンプじゃないよな、ロングバーニアレッグ、これでいくか。でアタックからのやっぱ攻撃が強いから、あー、いえ氷、マジか。だからできればやっぱ、いやでも俺も早い、俺も早いぞ。オーケー、危ない、なんとかあった、危ない、オッケー、ギリギリだったの今、当たった、 最長距離だ、危ない、滑る、大丈夫大丈夫、何？ティーか、ティーボムつけてる。で、突っ込んでこ、こう。バーニングビートっていうか、フォークマン、これやつ。おい。
ことやろ。ほう、マジこれ強い。ダメか。よし、いいぞ。大丈夫？よし、これいった。よし、あ、マジか。あ、ちょっと。オッケー。やっぱこいつの戦い方はアタックマジで戦術に組み込んでもいいぐらい強い。こいつのアタックは。よし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 、結構優秀かも。トリケラを入手。うお、気合負けか、わからん。あんた誰？あ、ケンゴか。お前ほとんど見てないか。シルエットで分かんなかったよ。兄ちゃんだ。ああ、あ、そうっすね。もう全然いいっすよ。僕ら兄弟はもう二度と同じ過ちは繰り返さない。約束するよ。君にはこのことを伝えておきたかったんだ。これからは弟たちと一緒に表の世界でコツコツと上を目指すつもりだ。君と直接戦うのはこれが初めてだったな。まあそうですね、ホログラム上でしか戦って怖い。さあ準備はいいか。はい。コロセウムの貴公子ジャベリンの切れ味を見よう。ジャベリンか。うわ、なんだこれ、何ガンだあれ。ニードルガンかな、ライトアップガン。なるほど、そんなことしてくんのか。俺も持ってんだよな、ライトアップガン。ライトアップな。いや、これはドリルガンでちょっと使うわ。ドリルガンでやってやろう。ジャベリン、俺もで、ストレートボム T で、ポット系、設置ポットマジで、あのスプリンターリトル系じゃないと俺使いこなせないんだな。サイドウェイポットかな、これに行こう。で、フォーミュラーレッグ、これでいきます。今回はリトルクーボ。わ、知らねえステージだこれは。知らないよな。なんか戦闘機の上みたいなね、ステージも1回だけ戦ったけど、ここじゃないよね。1回しか戦ってないね、ステージ結構あんのよ。渓流みたいなところもそうだし、今言ったね、戦闘機の上みたいなところもそうだし。これ待て、そうだね、ダメか、今のでも当たんの。うわ、こいつ、そうか、一応あぶ、これ当たんねえの。うわ、そう、一応そのライトアップ感もさ、う、方向はさ、この何、俺に当たるように 打つからさ、強制的に。え、なんで当たったんだ。なんか戦闘機出てる、やばい、これなんかやばいじゃなかったっけ。壊したら嘘、当たんのあれ。おい、当たっちゃダメだろこれ。当たんのやばい。あはっ、あ、くそ、俺のポイントを下げようとするんだ。嘘だろこれ。お、危ねえ、ナイス、オッケー。あのクーボどこ行ったんや。やったー、あ、これかっこいいじゃん。これにしよう、ずっと。特に手に入るものはなく、まあ、ポイント低いな、ダメージ受けすぎた。やっぱライトアークガン強いのか。パワー全開に近づけるとしよう。ありがとうございました。いや、ふーちゃんね、よろしくね。イエーイ、ふーちゃん何度でも挑戦するでしよう。今度こそガガンボンお兄ちゃん超えてみせまし。さあ準備はいいでしょうか。任せろ、ふーちゃん出撃しまーし。負けるわけにはいかねえんだわ。妹によ、バーティカルか。まだまだ始めたばっかりって感じがしますね。
B 残る系じゃん。しかもパーミル多段ジャンプ3回。まあこれはね、いやーこれかな。オラクルヘッドでいきますか。で小刻みに動くんだったらスリーウェイガンでちまちま狙う。でダブルマインボムと、スパイダーポット。オラクルって何、このタイプで言ったら何になるのこれ。全然出てこないわ。トリックフライヤーか、これかな。やっぱロングバーニアが一番いいかな。はい、いきましょう。細かく動くんだったら俺はちょっとね、攻撃の範囲を広げるぞということで、あ、空母やるんですが、あ、これ落ちるのかな。あーし、オッケー。あ、こういう時に向いてないよね。オッケー、多めに。やべ、いや、バーティカルでいいところ出てる。でも俺のスリーウェイ強いよ。やっぱ強いな。絶対当たるようなもんだから。やべ、バーティカル、うわちょ、やば、危な。え、俺ぶっかって流す、危ね。バーティカルの、バーティカルらしいとかやってるな。ちょっと待って、やばい。オッケーオッケーオッケー。俺基本的にさ、ジャンプせんからさ、ダッシュボタン3回までできるって言っても やらないんだよ。できないわ、うまく。よし、こいつのボムか、危ねえ。そうか、 D ボムだ。おっし、オッケー。あと一発、くそ、救われた。バッ、よーしよしよしよし、壁に救われたと思ったけど、よかった、スパイダーポットのおかげだ今のは。初めて見たお前の勝利映像よしよしよし、いいね。あと2万点取らんといけん。ふーちゃん、お兄ちゃんが机に隠してるのまんまにバラしちゃうでしょ。やめろ、精神攻撃。何隠してんのつか、俺。ふふ、今ドキッとしましたですね。しましたですね。してないし。僕はガガンボンの前に立ちふさがる壁になるよ。さあ、準備はいい？もう本気モードだ。物言わぬ壁が時々一番恐ろしいことを教えてあげるよ。太平が本気出してる。ヘブタンだ、ヘブタンくれ俺に。 V レーザーガンあったな、そんな武器。はいはいはい、うわー見てえな。はいはい、なんかこういう系ね。で、こういう方で、あのごついやつに勝つ方法は俺もごついやつ出すしかねえんだよな。ってことでメタルベアで、ドラゴンあれがないから、これニードルガンです。あいつは飛ぶから、飛ぶことも多いってことで、ニードルガン。フリーズボム、スカイフリースポット。あれジャンプだっけ、あんたダッシュだよね。じゃあロングバーニアレッグでいいかな。これでいきましょう。ステージはゴライアスベーシック、ゴライアスベーシックまあ最後のあの一番でかかった敵のステージじゃないからいいか。誰か壁が、あ、壊せる壁もあるな。壊せる壁が三角か、三角形みたいな感じでついてて、顔だったらよし、オッケー。
やあ、タイミング、タイミング悪い。おい、おい、おいし、おいし、おいし、俺は撃つの、関係なく撃つの、俺は。いいんだな。おい。あ、やべ、フリーズボムが、あ、負けねえ。やべ、ジャンピングボムの位置になってる、ここめんどくせえ。壁の上に乗るのめんどくさいな、はい、俺の勝ちだ。オッケー、いいよ。こうなるとこっちのもんだから。いや、強いな、ニードルが。でも俺負けたの、なんかすごくなってる。痛い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 、長いって、どんだけやんのお前。あぶねー、オッケー。ふぅ、30秒か、体力結構削れたな。これいかないじゃん、くそ。いや結構序盤は良かったと思うんだけど、足りないよね。また銀だ。ウィレーザーちょっとおもろいね。あの、だからヘブタンとかそういうファッティバイスとかよりかは、まあ、1回しか、まあ、それこそ今俺が使ったね、メタルロアとかあいつらでもいいし、まあ、地上系がいいよね、あんまり動きが、まあ、ファッティバイスだな、どうなんだろうな。よし、まあまあまあ、銀髪 G、ヘブタン。で、トリケラを、V レーザー。色合いもいいな。結構好きな色。バブリシャスみたいで。バブリシャスって、今あんの？おめでとう。やっぱり僕じゃとても勝てないや。今回一回も負けずにいけたからよかったわ。バトルスクエア。ユレイちゃんとのデート兼争奪勝ち抜きバトルというのをやってるらしい。ユレイちゃん、かぐや姫みたいにボスユレイなんじゃないか。なんか無理なんだよ、ユリエが言って、それに釣られた男どもが、わらわらしてんじゃねえの。ここで。あ、なんか女の子いる。誰？あら、あなたさっきもここを通らなかった。あ、はい。いや、でも前回通ったけどいなかったよ。え、うっそ、さっきもここ通ったじゃないの。え、何？じゃあ、はい。服まで着替えて。え？あ、これ初代の主人公がいるんだ。バージェルダー使わない。あ、そういうことね。え、いんのか、もしかしてこういうところに隠れてたりする、本物。てか前回のやつら、いや隠れてたりしそうだな。あ、これ同じこと言ってる。あ、で、あの最初に言ってたんですけど、あのポイント、どういうあれでポイントが決まってるかっていうのが、この激闘編ルールでわかるんですよ。ちょっと見てみますか。スコアシステムね。これね、エネルギーは1パーにつき300点。タイムは1秒につき100点。負け回数は、まあ、スコア 10% ターン。こっからがやばくて、ハンディが、まあ、使っちゃうと、使ったパーセント分ダウン。で、違法パーツは使った時点で 50% ダウン。だから1個でも使ってるとダメなのか、わからんけど、もし違法パーツを使うんだったら、全部違法パーツにするぐらいに気持ちいった方が、なんならお得かもしれんね。勝つダメだ、ただ勝つだけだったら。っていう感じで、結構このデメリットの部分が、本当にデメリットだったんで、マジで負けられない。で、負けてもいいけど、てかこれ、負け回数1回につきってことはさ、10回負けたら終わり？ポイントなし。それ辛いな。今んところそんなヤバそうな敵いないから、出てきてなかったからよかったけど。あ、最後のね、旅立ち編の最後の敵、名前忘れちゃったけど、あいつが出てきたもん、日にはもう終わるよな。なんなら違法パーツ使って、その5回負けたと、5回負ける分を違法パーツで補って1回で勝つっていう方がいいかもしれんし、ちょっとよくわからないですけどね。ちょっと怖くなってきちゃった。はい、ということで、今回のね、太平のコテージ編は終わりたいと思います。次回、この決戦バトルスクエア、ゆるえちゃんとのデート券、
ちょっとかけて乗り込みたいと思います。誰がおるんだろう、剣とかいたらおもろいけどな。はい、楽しみですね。ってことで終わります。見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。